はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、ドリップスタンドの話題でございます。はい、僕以前ね、サブチャンネルで、3本くらいにわたって僕の理想とするドリップスタンドって一体何なんだろうっていう動画作ったんですよ。すごいしつこいやつ僕のも理想、一番理想とするこう全ての機能を兼ね備えたドリップスタンドって一体何だろうって、で、それはあるのかっていうね動画出したんですけど、まあ、結局見つからなかったんですよ、なかなかね。ちょっと今海外で気になってるドリップスタンドとか、まあ、ドリップスケールもあるんだけども、今どこ国内で買えるもんじゃ見つからなくて、結局まあしばらく探すしかないなって思ってたんですけれども、もうあのね、ちょっと今日いただき物でね、ちょっとドリップスタンドもらったんですよ。ほんとこれがね、あ、ちょっと使ってみたら、あ、マジでこれ俺理想だわって、やっぱ自分で実際使ってみないと分かんないとってあるじゃないですか。すべてクリアしていて、これちょっと紹介しなきゃと思って、はい今回動画作っております。まあ今まで僕がね使ってきたドリップスタンドって言ったらこれですけれども、これ一番多分動画で見慣れてると思います。これ以外でも、まあ、NPS さんのね、この高さ調節ができるドリップスタンドとか、まあいろいろ持っていて、まあ後ろにもねいくつかあるけれども、とりあえず今のところ僕が一番使っているドリップスタンドはこれなんですよ。これね、赤い矢が使えるんだよね。こっちか。はい。この赤い矢のドリップスケールを下にそのまま置くことができて、で、取り外しもすごく楽なんですよ。スライドさせれば済むから、で、こいつはここの幅も結構広いから、どんなドリッパーでも乗っかるし、金属製だからさっと洗うこともできるし、拭くこともできるし。まあ、ただ最近ちょっと錆びてきたんだけどね。まあでも僕の現時点での、まあ一番使いやすいドリップスタンドなんですよ、これが。で、あとごめん、言い忘れた。ここにドリッパーを乗っけて、ドリップスケールと完全に分離させることによって、こいつは注糖量じゃなくて抽出量を測れるんですよ。サーバーに落ちたコーヒーの量だけをきっちり測ることができる。僕これが好きなんですよね。だからこの利便性を損なわずに、俺最近ね、もう一つドリップスタンドが欲しかったんですよ。で、今回、はい、来たのが、うちに来たのが、はい。こちらでございます。これマジすげえ。メーカー名はいまいちよくわかんなかった。多分 ECJ ってところなんだろうけど、全然ノーマークなところで、楽天市場で見つけました。これ見つけた友達すげえなと思うんだけどさ。いや、これね、だって赤い矢乗っかるんだよ、赤い矢。このでっかいスケールが、全く違和感なく乗っかって、はい、こんな感じね。で、さらに、高さ調整も楽なのよ。で、これ、ここがポイントなんだけど、硬すぎないから、ある程度ちゃんと固定した食い込んだ状態で回すことができるんだね。結構硬いんだよ。ってことはだよ。俺これからドリップを始める前にドリップスタンドとドリップスケールを一緒にしておけるってことなんですよ。要はさ、今までこのドリップスタンドを使っていた頃はこう置いてこれを置こうとすると邪魔じゃん。豆測るときはとりあえずドリップスタンドどかしておいて、豆を測ってからドリップスタンドを、はい、準備してドリッパーを乗っけていたけれども、これだったらもうキッチンにこのまま置いときゃいいんだよ。このままセットで置いといて、はい、じゃあコーヒー入れますってなったら、はい、持ってきます。ドリッパーが邪魔だからこっちに寄せます。これシリンダーで豆を測って、で、はいめっちゃスマートやん。でちょっと不安があればね、こうネジ締めればいいし。あ、いやでも結構締めてもちゃんと動くな。多分同じタイプのドリップスタンドで、まあこの高さ調整できるものあるから、これもまあできるっちゃできるものもあると思うんだけど、多分材質によるかな。これ多分金属製だからこそのこの滑らかさというか、こう自由度があると思うんだ。うん、別にまあこれをするために設計されたもんじゃないんだろうけど、これめっちゃいいな、マジで。で、あとそう、この赤い矢がまあ乗せられるっていうところはすごく本当貴重で、僕ね、ほんといろいろ調べたんですよ。この、注糖量を測るタイプで、ドリップスケール赤い矢が違和感なく乗っかって、こうセットで置いておける。いや、もうほんと理想。一回ね、赤い矢諦めかけたもん。この赤い矢がでかすぎて、本当に対応するものがなくて、これはもうハリオとか別のものに切り替えて、なんか新しい小さめのドリップ、スタンドを買わなきゃいけないのかなって思ったんですよ。だけどね、見てこの、スマートさ。下がさ、こんだけ薄いから、こういうのだとちょっと邪魔じゃん。結構多いんですよ、この、下部分がしっかりしすぎてて、高さ調整はできるんだけど、この赤い矢が、乗っかるとあまりにも不格好でさ、
赤い家に合わせてこうかっこよくできるドリップスタンドっていうのが今までなかったんだよね。だからほんとマジどこのメーカー100点満点だよマジで。このステンレスっていうのがすごくいい、洗いやすいし、でしっかりある程度重みもあるから、てか このね一番下の板がものすごく重い。だから例えばドリップスケールを外してこのまま使ったとして、でまあコーヒー入れ終わってさ、このドリッパーをこっちに寄せたとしても重心が動いても安定してる。これすごく今回すごくなんかややこしいこと言ってるかもしれないけど、実際ね使ってみたら半端じゃなく便利なんだ。一回シミュレートしてみようか。はい、というわけでこちら僕んちのキッチンでございます。まあ狭いねちっちゃいキッチンですよ。いつもここでコーヒーを入れてるんですけれども、いつもここにドリップスタンド置いています。今日はこいつ置きました。じゃあこれからコーヒーを入れていきましょうってなったら、じゃあまずこれを1セットで持ってこれる、そしてドリッパーを外して置いて、はい、豆をね測ります。そして豆を引くときになったら、はい、こいつを持ってくると。まあこうじゃなくてもこれか、まあ高さ調節ができるから、まあでもまあできるっちゃできるのか。これでもちょっとずらすくらいでもいけるな。うん、まあもともとね、ここまでスライドするのを想定してない。安全性は保証されてないから、最悪緩めすぎて、これがドーンと落っこっても、まあ文句は言えないわけですわ。ここを持っておけば、きつく締めておいても回せるかな、でも。うん、でもやっぱ高さ調整できるのってめっちゃいいね。これさ、まあサーバーじゃなくても、例えばカップとかに直接ドリップしたい時ってあると思うんですけど、そういう時ってさ、結構あの、コーヒー跳ねるじゃん。高さ調整ができないドリップスタンドだと、ちょっとね、コーヒーが跳ねすぎたりとか、ふうに飛んだりとかするから、怖いんだよね。だけど、こいつだったらもうほんと、最悪このスレスレまでね、持っていくこともできるし、いや、これ便利だ、マジで。やっぱいい。なんだろう、一連の流れのスマートさを感じている。金具の問題で若干ドリッパーがこっち向きに傾くけど、全然許容範囲内ですね。で、こういう、あ、折り紙ドリッパーとかだったら、これギザギザがちょうどうまく入り込んで、水平になるな。まあ、とりあえず今日はこっちでやってみよう。うん、めっちゃいい。もう今までね、こういう台座がないタイプのドリッパーってあんまり使ってこなかったけど、ここまでこのドリップスタンドが使いやすいとマジで使いたくなる。これも買ってよかったな。あ、ちょっと両方これ。マジいいこれ。うん、必要以上に邪魔にならない、ごつくない。で、下のこの台座も目立たないから、うん、敷いてないみたいだよね、もうね。この赤い矢だけで機能してるみたいな感じで。すげえ。マジこれ専用って言っていいレベルだろ。よし、OK。そろそろコーヒー抽出 OK です。で、どうしよう、これ外す、それともこれをこう置く。よし、 OK。 よいしょ。うん、はい、 OK。 結局これ外して下ろしました。すごく入れやすかった入れててなんかこうなんか一つ一つの構造に納得して使えたし、まあ僕のこのね、これをスライドさせるっていう方法は、まあ、メーカーさんが推奨してるわけじゃないだろうから、勝手にやってるだけだから、ほんと何とも言うけどね、これ自己責任です。いや、だけどこれスライドさせてもネジが緩む、うん、様子はないし。で、あれ？あ、ちょっと待って。あ、もしかしたら俺これミスってたかも。あ、わかった。これ、組み立ての時これ間違えたんだ。これね、輪っかがね、定規逆でした。これ、この向きに行けば、あ、オッケー！ちゃんとまっすぐ乗っかる！
要はこういうパーツなんですよ。だからこの金具が上になってるとこの塩水ドリッパーを乗せた時にこう干渉しちゃうんだよね。だけどこうすればこれ塩水だからこうすぼんでいくから、これならあぶつからない、オッケー、完璧だ。本当にしっくりくる。今まで使ってたこのドリップスタンド、そうこれ良くてどんなドリッパーも乗っかるし扱いやすくてそう気に入ってたんだけど、もう一つ要は選択肢が欲しかったんだよね。こういうドリップスケールをちゃんと使えてフィットして納得して使えるもの。いやこれ来たね、いいものもらってしまった。まあ多分でもこんだけ僕褒めちぎってるけど、まあちょっと僕にまだ見えてない欠点もあるかもしれないし、あとは他のドリップスタンドとかでももしかしたらこれにまあ要は機能が近いような、いいねドリップスタンドもあるでしょうから、まあこれだけが素晴らしいとはまあ言い切れないけれども、これはいいもんだ。うん、僕はこれから使っていきたいと思います。はい、まあ多分ねドリッパーに関してはこれこういうのしか乗っからないっていうか、まあ乗っかるっちゃ乗っかるんだろうけど、要はこういうでっかいね、台座がついたやつとかは、あ、あれ？でも意外にかっこいいぞ。ちょっと待って。合わないかなと思ったけど、あれ？意外に合うぞ。てか、輪っかが結構大きいからちゃんと入る。あれ？あれ？いいぞ。あ、でっかいウェーブも乗っかる。え？マジで？あれこれ1台で賄えちゃうかな、もしかして。いやこの部分相当でかいからさ絶対入んねえかなと思ったんだけど、決まり。俺ちょっとこれからこれ使うわ。これ一応 Amazon にリンクなかったはずやから、なんか楽天市場かなんか見つけたら、リンク下に貼っておきます。もしよければ、はい、皆さんもチェックしてみてください。ああうまい、今日もコーヒーがうまい。いい道具でね、気に入った道具で入れられるってめっちゃいいな。あ、おいしい。今年一番嬉しいかもしれない。新しいドリップスタイルってこうやっぱなかなか自分に合ったのさ、新しく組み替えるの難しいじゃん。今日は来たね。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。はい、また次回お会いしましょう。じゃあね。